気象予報士を悩ませるお天気お姉さん。私もね、この場であの、ね、あの紫外線対策もあの行ってくださいっていうたまに言いますけど、非常にこの胸が痛いですね。そうそうそう、お前しないのに何言ってんだよって思われてんだろうなっていうのもあるんでね。日差しは私特に敵だとは思ってないんで、友達ぐらい、友達ですね。日差しは友達ということ。あ、そうなんですよ。いや、私もあの日傘ささないんですよ、実は。あ、そうなんですか。そうなんですよ。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいですか。うん、あえてこのね、世の中の流れに乗らず。そうですよ。いいじゃないですかっていう話ですよね。そうそう、そうですよ。いいですよね。じゃあ私と日差しどっちが好きですか。あ、そうか、ここで考えるからダメなんですよね。そうだそうだ、あ、ごめんなさい。もう上澄さん決まってるじゃないですかって言わないとダメなんだよ。日差しですよね。いやいや、もう日差しです、そんな。すいません、こういうとこがね、ちょっとあの違うんです、違うんです。失礼しました。いや、とんでもございません。じゃあ山口さんは日差しがお好きということで、